熊本大学お願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミンです。今日は熊本大学について解説します。熊本県にある総合大学ですね。最初に詳細情報を解説した上で、後ほど偏差値、レベルについて解説します。今日はちょっといつもとは違って、偏差値とか倍率とかそういう部分を詳しく解説していこうと思います。最初に詳細情報、目次はこんな感じです。一つ目、基本情報といたしまして、所在地、熊本県熊本市となっています。設立年1949年と、大学の新制度が導入された年なので、この年に設立された大学非常に多いです。国立大学は特にこの年に設立された大学が多いですね。学部数としてはこんな感じになっています。こちらのちょうど一つ一つ見ていきましょう。学生数は8000名弱と、比較的大規模な大学となっています。二つ目、学費について。国立大学なので学費はこれで固定です。2年目以降は授業料約54万円のみとなっています。国立大学の場合は授業料の減免制度や奨学金制度等が非常に充実しているので、興味のある方はそちらもご確認ください。三つ目、有名人について。有名人は合計で65名います。こちら一部抜粋を載せています。レベルの高い国立大学なので、日銀総裁、代表取締役社長、アナウンサーなど、そういった方が多いですね。次に熊本大学のレベルについて解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、偏差値について。偏差値大体50前後となっています。偏差値ランキングで言うと、全767大学中102位、国公立178大学中50位と、かなりレベルの高い大学となっています。上位 15% に入っていますね。医学部医学科が偏差値高いのは当然なんですけれども、文学部とか法学部とかもかなり偏差値が高いですね。こちら詳しく知りたい方は動画を止めてご覧いただければと思います。二つ目、倍率について。倍率はこんな感じになっています。やっぱりね、医学部医学科はかなり高いですね。ちなみにこちら前期の倍率を載せています。穴場としては、教育学部特別支援教育学科とか 1.1 倍なので比較的入りやすいかなと思います。地元の学生でネームバリューの高い大学、就職に有利な大学に行きたいけど、学力はあんまり高くないという人はこういうところを狙うといいかなと思います。3つ目、合格最低点について。合格最低点はこんな感じになっています。これについては入試の制度と一緒に確認した方がいいかなと思います。4つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは主な就職先のみです。こんな感じで一部抜粋が公開されています。全体としての就職率としては 86.5 から 100% となっています。ただ、今はもう求人数の方が就活生よりも多い時代なので、就職率はあまり当てになりません。熊本大学の就職実績全体を通して見た感想としては、かなり就職実績はいい方だと思います。特にこれ地方国公立大学あるあるなんですけど、地元の就職にめちゃくちゃ強いんですよね。結構ね、地方の会社ほど国公立志向が強かったりするので、やっぱりね、地元の就職には強いかなという印象ですね。就職実績についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。はい、この動画では熊本大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は東洋英和女学院大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。